フジテレビをご覧の皆さん、太田ピカリです。ただちゅうです。長野ネズミでちゅ。長野ネズミさんはこの間のクリスマスライブに、はい、臨時参加されて以来だと思うんですが、今日こういうゲーム実況やられていかがでしたか？はい、いや夢のようでしたね、本当に。本当にゲーム実況ずっとやりたいってずっとやりたい前回の時から言ってて、夢だったんです、これが。本当、時代が時代だったら YouTuber になりたかったタイプなんで、うん、はい、だからやっぱクリスマスもすごい楽しかったんですけど、うん、またこうやってすぐ呼んでいただいて、顔色が白くなって、やっぱ意外とね、なんか叩き上げみたいな雰囲気出して温室育ちの芸人で、うん、口先だけで大食いとかあんまり大食いとか本当やらない、得意じゃない、ほら全然リアクションとか得意じゃない、ね、はい、こうね、だから楽しかったですね、うん、はい、でも八つ橋なんかね、結構食べそうな雰囲気あるけど ね、 ね、あります、あります、八つ橋食べそうな雰囲気、でも美味しかったですね、やっぱね、八つ橋も、うん、ああいうのやっぱ楽しいですね、うん、やっぱ視聴者で見てる時と違う、高校以来でしょ、え、高校以来でしょ、高校以来ですね、八つ橋、そうですね、食べないですからね、八つ橋、そんな、まあ別に、うん、普段は食べてもいいけどね、うまらましかったよね、あ、そう、うん、まあ確かに、いや、やっぱあれ生憧れちゃいました、生がいいね、生がいいね、八つ橋はね、うん、生だったら、あれ生じゃなかったらあんなちょっといけないでしょ、確かに、うん、でもなんか、まあそういう問題じゃないよね、でも。まあ、そういうとこも見てほしいですね、やっぱ視聴者に、だからどういう食べ方をしてるのか、してるのか、なんかすっごい深い番組なんで、これ、うん、はい、結構体張られてましたけれども、はい、何か大変だったことありました、やっぱり八つ橋だよ、なんだよ、お前はどうして八つ橋の話しかしたから、八つ橋が一番盛り上がりました、気持ちの中では。なんかね、自分のなんだかんだ言って自分の世界観でみたいなプライドがあったんで、そこをなんかあれこれやられて、最初は前半ちょっと頭に来てましたけど、爆笑さんって、あ、爆笑、このネズミちゃん2人っていうのは、ネズミちゃんって爆中でいいなんだよ、ネズミちゃん、ネズミちゃん、ネズミちゃん2人組じゃなくて、このまあ大人たちに対してちょっとあったんですけど、でどんどんでも、あ、なんか僕の成長のためにこれ呼んでくれたんだと思って、試練だと思って、試練だって、本当なんかワークショップみたいな、そういう感じ、気持ちに毎回ならせていただきます、ね、ワークショップだったね、はい、プライドを一回ズタズタにされて、そこからまたお前再生してみれるかっていう、そういうね、なるほどね、じゃあそれは良かったね、途中あのピカリさんにそっくりなあのパンダと対戦もありましたけど、はい、あの二人は結構シビアな戦いだったと思います、そう、びっくりしたよね、だから、うん、パンダってだから実は凶暴なんていうのは聞いてたけど、実際に目にするのは初めてだったからね、そうね、うん、あれパンダでしたね、うん、ただあれなっちゃうともう耳もないからね、うん、もう何が何だか分かんないですよね、パンダでしょ、パンダなんだけど体はこれだしね、もうあれはでもくすぐったかったな、本気で、うん、ああこうね、まあ、対戦した自分としては、うん、ね、盛り上がりましたね、うん、あれ多分うん、令和入って一番面白いんじゃないですか、あれは、うん、そのあれ令和の笑い、令和の笑い、令和の笑い、これが令和の笑い、これが令和の笑い、くすぐって第7世代の笑い、第7世代、うん、です、第7世代お嫌いなんですよね、嫌いじゃないです、あの自分も第7世代だって思って、あ、でも第7世代は嫌いじゃないです、そのだあの複雑な設定の漫才が嫌いなだけです、はい、第7世代には悪気ないですけど、もうちょっとあの喋りで笑いたいタイプなんです、ストレートな、ストレートな時事ネタとかで、なんか複雑な設定出されてもとは思います出されてもっと本当はこれは一視聴者の意見として、じゃあ今日はあのとても楽しかったという、そうですね、うん、何の複雑さもないかって、うん、第一世代的な、第一世代的な、まっすぐな、これが笑いだっていうね、うん、もしこの3人で何かをやるとしたら、うん、どういうことが盛り上がりそう、百夜話みたいなのあるじゃない、はあ、怖い話をずっとしていくやつ、うん、夜通しやってみたいですね、やりたい、やりたい、そういうのやりたいです、うん、1個ずつ話していくと、あのロウソクの火、ロウソクの火消してました、ああはいはいはい、それ百夜話みたいな、それはいろんなジャンル、あ、もうまさに本来の百夜話、そうです、あ、怖い話、怖い話、うん、あ、いいかもしれない、1人33個もしくは34個用意、ガチですよね、ガチガチガチ、本当にあった、本当にあった、あー、それやりたい、やっぱ、うん、トイレの花子さんの話あるじゃん、はいはい、あれをそれぞれがもうずっと延々話し始めるえ、どうするの、それぞれが俺がトイレの花子さん話して、はい、で、長野中が話して、はい、田中中が話して、同じストーリーを
ずっと徹夜でずっと繰り返す。トイレの花子さんを一、うん、人ずつってことですか。一人ずつ。ああ、それいいかもしれない。いや、よくないよ。いや、本当に同じ話なわけでしょ。最初はなんかイラついてくると思うんですけど、どんどんなんかハマっていく。よくなっていくの。うん、6回目の花子さんとか。そうそうそう。そう、なるでしょ。いや、すごい。それやりたいですね。やりたいね。爆笑問題、見てねー。答えは CM の後に。ねえよ、そんな。